あのー、割と最近聞いたお話なんですよで、これ、体験者の方が不動産屋さんなんですよ。で、この方もよくね、仕事柄、お客さんを連れてこの内見に行くことが多いとで、そんなある日、お客さんと一緒にあるアパートを見に行ってたその道中、後ろ歩いてたこのお客さんが、おすいませんあの、不動産屋さん、あの家って何ですかね あるる一軒家を指差してるでこの不動産屋さんもうっと思って見たら確かに異様な家なんですよ一軒家でこの1階部分窓があるんですけどこの窓の内側天井から床まで布がね貼ってあるんですでもどう見てもカーテンなんかじゃないんですもう画びょうで貼ってんのかテープで止めてんのか天井からただこの1枚の布がペロッと垂れ下がってる で何がいいよってその布に穴が2つ開いてるんです。えあれ何ですかね、まあお客さんとこの不動産屋さん2人でとっさに想像したのがもしかしたらこの家住んでる人ちょっと変わった人で一日中家の内側から目の前を通る通行人をねこののぞき穴からじーっと見張ってるんじゃないか、まあ、そう考えるとちょっと気味悪いですねと。 まただその日はそそれでで終わったんですでその後この不動産屋さんもそんな出来事はすっかり忘れてたんですがそれから数ヶ月経ってまた別のお客さんを内見に連れて行く時ちょうどその現場を通りがかったとであそういえばまだあの妙な家あるかな、まあ、そう思ってみるとやっぱり相変わらず布に穴が2つ開いているとでその日内見が終わって、まあ、お客さんそのままえ帰られたと。 でこの不動産屋さんも自分の、ね、会社に帰ろうと思った時道の向こうから高齢の女性が2人歩いてくるでその会話が聞こえるんですけどどうやら姉妹のようなんですでその2人自分に向かってどんどん近づきながら楽しそうにお話ししてるでどうかしらね今の時間もう大丈夫かしらって言いながらこのおばあちゃん2人 例のあののあ一軒家の前でピタッと足止めるで例の覗き穴外から二人でじっと覗くんですそれ見た時に「あそういうことかと」とこれ内側から覗くものじゃないんだ外から覗く穴なんだって分かったらしいんですただ覗いたこのおばあちゃん二人「ああまだダメね」って言って元来た道を歩いてっちゃった えあのおばあちゃんたちがこの家に住んでる住人なのかえそれにしてもなぜ家の中に入らなかったんだろう、まあ、そう気になったんでこの不動産屋さん思い切ってこの覗き穴外から覗いたんですとその室内にいたものってあのおばあちゃん2人なんです家の中であの姉妹が2人揃ってじーっと佇たずんでる どう見てもさっき見たあの2人のおばあちゃんなんです何これと思って、まあ、この不動産屋さんもねその場を後にしたらしいんですがおそらくあれがいるからあの姉妹家の中に入れないんだろうな、まあ、それにしてもこれどういう現象なのかが全くわからなかったそうなんです。というねちょっと僕もこれ聞いてどう考察すればいいのか、えー、非常にこの疑問に思ってるお話なんですね。 ありがとうございます。